山崎賢人、ペアリング恋人、広瀬すずとの結婚は、調整段階突入か、鍵を握る映画、キングダム20キロ増量、大沢たかお、王妃の退場。初報から、もうすぐ2年になるが、交際は順調のようだ。5月16日発売の、週刊文春、文藝春秋は、山崎賢人、29、と、広瀬すず、25、が、友人と、GW 明けの深夜に、都内で遊んでいた様子をスクープ。改めて注目が集まっている。山崎と、広瀬は2016年の映画、4月は、君の嘘で、初共演。そこから6年後の2022年7月に、文春オンラインで、交際が初めて報じられた。21年3月の時点で、山崎と広瀬は、半同棲状態だったという。今回の、文春の記事は、GW 明けの平日に山崎と広瀬が友人と、都内のバーやスナックではしご酒していたこと、その後、一緒にラーメンを食べたことを報道。二人が薬指に金色のペアリングをしている写真も掲載されている。特段変装もせず、二人はもう交際を隠すつもりは全くないのでしょう。過去に、広瀬さんは20代での結婚願望を語っていたこともあるし、交際の順調ぶりを考えても結婚は近いそうと感じられますよね。実は、両者の交際開始は映画共演前だったという話も言われていて、交際歴はもう相当長い。両者の関係が煮詰まっているのは間違いなさそうです。その一方で、山崎さんにとって結婚が仕事面でネックになる可能性があるため、実際のゴールインはまだ先になるだろうという声もありますよね。ワイドショーデスク。山崎は今年1月19日公開の主演映画ゴールデンカムイが興行収入25億8000万円を超えたことからもわかるように高い人気と実績のある俳優である。しかし女性ファンが多いため広瀬との交際報道が大きくなりすぎるとファン離れが進んでしまう。山崎の事務所上層部はそれを懸念して、後追い報道は絶対 NG とメディアに働きかけた、という話が、文春オンラインによる、交際初報時に言われていた。山崎の主演映画は、大ヒットを重ねて、前室のワイドショーデスクは続ける。映画の制作サイドは、興行収入の面でも、山崎さんのパワー、集客力を信頼して起用しています。それが早々に結婚して女性ファンが引いていき、映画の興行収入が著しく落ちたらまずい。映画はクオリティが最も大事とはいえ、ファンのフォローも非常に大切という事情は山崎さんも広瀬さんも重々わかっているでしょう。山崎さんはゴールデンカムイとキングダム大人気実写映画の主演を任される所属事務所の看板俳優ですからね。ゴールデンカムイは野田悟氏の同名コミック全31巻集英社が原作。明治末期の北海道を舞台に日露戦争の帰還兵杉本助一、山崎とアイヌの少女アシリパ、劇場版では山田杏奈23が演じたが、埋蔵金をめぐる戦いに足を踏み入れる物語で、ある。1月19日公開の実写映画は、興行収入は前日のように25億8000万円を突破。今週には、続編、ドラマシリーズ第1弾、北海道市青州人争奪編が、ワウワウの連続ドラマとして、放送、配信される。キングダムは原康久氏による同名コミック集英社が原作で紀元前の中国春秋戦国時代を舞台にした物語。実写映画は2019年から年一のペースで続いていて興行収入は3作目、
運命の炎まで、すべて50億円超えをキープ。大ヒットコンテンツである。ゴールデンカムイの続編は、ワウワウドラマ。映画からドラマへの流れは注目されていますが、一方の、キングダムは、原作が完結しておらず、5月17日に単行、本第72巻が発売となった、超大作ですね。すべてを実写で描くとなったら、いつ終わるかわかりません。それだけに、広瀬さんとの結婚もまだまだ先の話なのでは、とも言われてきましたが、風向きが変わりつつあるようです。全道。